スカイリム、前回までは。はい、消えましたね。この力があれば世界は思いのままだ。お前がどうにかできるとでも思っているのか。杖を、目に使え。あ、マスターとやれた。よしぞ、やれ。次はメインクエストでも進めましょうかね。そうですね、メインクエストを進めたいと思います。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、マモルです。はい、スカイリム実況気ままな旅パート120ですね。はい、ってことでね、まあメインクエストということで、まあそうですね、エルダーの知識、グレイビアードのマスタードラゴンのパーサーナックスにあった。彼は古代ノルドロが清掃の書を使ってアルドゥーインを時の流れへ送ったと言った。同じ清掃の書を入手できれば、太古の英雄から直接ドラゴンレンドのシャウトを取得できるかもしれない。アーンゲールはウィンターホルド大学の誰かが清掃の書のあるかを知っているかもしれないと語った。ということで。まあ、そのためにその魔術師ギルドに入ったんですね。で、それで、まあ、こいつなんですね。ウラックですね。そう褒める方じゃないが、大事なものを全て失っていた可能性もあるからな。ありがとう。アークメイジだろうとなかろうと、本に関しては私の管理だ。はい、私はアークメイジになりましたよ。これですね。清掃の書を探している。手に入れてどうするつもりだ。今自分が何を尋ねているか分かっているのか。それとも誰かの使い走りをしているだけか。清掃の書について詳しく教えてくれ。やはり。ここを尋ねる人は誰もが私の助けを当てにしてくるが、まともな質問すらできない。清掃の書とは、計り知れない知識と権力の道具だ。中身を読むためには最も厳格に訓練された精神を持たねばならない。さもなくばおかしくなる恐れがある。たとえ訓練されていたとしても、その代償として神々は読む者の視力を奪うことがある。何の代償だ。最も平たく言うなら知識だ。だがな、清掃の書はそう簡単に言い表せる代物ではない。書にはこれから起こりうる未来の全てと過去に起こった全てが記されているのだ。読む者はそれぞれが異なるレンズを通し、それぞれが異なるものを見ることになる。それゆえに様々な感想を持つ可能性もあるわけだ。しかし同時にその全ては真実である。それが偽りでもな、偽りの上に立った真実とも言えるだろう。なるほどね。まあその受け取るのは自分次第ということですね。清掃の書を書いたのは誰なんだ。その質問がいかにおかしいかを説明するだけで1ヶ月はかかるだろう。その書はここに我々と共に存在するが、遥か上にも下にも前にも後にもある。それらは物質の姿をした神の破片だ。我々が彼らを知るためのだ。失礼。清掃の書のことを話せば、このようにじれったくて雲をつかむような意味を聞かされることになる。熱心にその書について学んだ結果、おかしくなってしまったものも。なるほどね。確かにおかしくなりそうな話だ。それで、あんたは持っているのか？ここにあったとして、私が見せるとでも思っているのか。あったとしたら、厳重な警備下で守られているはずだ。この地で最も腕利きの盗賊だって、指一本触れられないだろう。
面白いですね。はっとか言って。ドラゴンボーンについては？そうだな。ちょっと待った。もしやグレイビアードたちが呼んでいたのはお前だったのか。これに関しては我々が持っている全てを授けよう。だがあまり大した量ではない。だから期待はしないでくれ。ユーモアや憶測はなかなか面白くて退屈しないが、ほとんどは嘘だ。手に入れてどうするつもりだ。今自分が何を尋ねて、ここにあった、あったとしたら厳重な警備下で守られているはずだ。この地で最も腕利きの盗賊だって指一本触れられないだろう。少しでいいから、情報はないのか？もちろんだ。それに関しては我々が持っている全てを授けよう。だがあまり大した量ではない。だから期待はしないでくれ。ユーモアや憶測はなかなか面白くて退屈しないが、ほとんどは嘘だ。ダメですね、やっぱり。その同じことを言うっていうことでね。まあ、一番下しかないっていうことですね。見つけなければならないんだ。助けてもらえると聞いてきた。誰に言われたか知らないが、できることはしよう。我々には膨大な書物がある。それに関しては我々が持っている全てを授けよう。だがあまり大した量ではない。だから期待はしないでくれ。ユーモアや憶測はなかなか面白くて退屈しないが、ほとんどは嘘だ。あれ、おかしいな。なんでですか？とても印象的な図書館だ。魔術師の優劣は知識で決まる。できる限りの知識を手に入れられるよう頑張っている。我々は第2期から蔵書を守ってきている。その時代に書物は転々としたが、幸い大半は無傷で済んだ。とても勤勉に仕事をしているのだな。当たり前だ。もし勤勉でなかったら、ほとんどの書物は焼けて灰になっていたか、第3期を待たずに消失していただろう。研究資料の周りでは気をつけるということを魔術師は常々から思い起こさねばならん。健闘を祈る。その上に何もこぼさないよ。これですか。おお、なんだ。話をやめれば済んだのか。同性相の書の効果について。学者たちの間では、性相の書を読む際に、特定の危険が伴うことは広く知られている。効果の仕組みは現時点でほとんど知られていない。秘密の知識説や神の報いは、調査がほとんど行われない。愚かな憶測の題目だった。私、ジャスティニアス・ボルウニウスは、聖書の書を読んでかかった病気を徹底的に記録し始めた。どれほど長い間、解明できず、未だに今後の研究の題材ではある。その効果を4つのグループに分けし、症状の軽度はほとんどの場合で読み手の気持ちに左右されることが分かった。これが明確でなければ正しい二分法によって明白になることを願う。はい、第1グループ、騙されやすい人々。第2グループ、無防備の思考力を持つ人々。
第三グループ、中立的な理解者は、まあ、こういう風になっている。第四グループ、強化された、知力。清掃の書の思考。お、霊魂の確認。こんなん全部読んでたら大変なことになりますからね。まあ、これ読まないでおきましょうかね。ブラック、大体分かってよ。まあね。これですね。ここにまあ、大体のことが書いてますね。セプティマス・シグナスが書いた、清掃の書についての、何ですかこれ、突飛で、まとまりのない内容の本をもらった。ブラックの思考書のことを聞く必要がある。ブラックに思考書について尋ねる。ということで。アークメイジだろうとなかろうと、本に関しては私の管理だ。この思考の書は意味がつかめない。ああ、セプティマス・シグナスの著書だな。彼は清掃の書の性質について熟知していたが、ずいぶん前にいなくなった。もうずっと昔のことだ。どこへ行ったんだ？下の表現のどこかだ。ある古のドゥーマーの秘宝を見つけたと言っていたが、それもずっと昔のこと、それからというもの、彼から音沙汰がないのだ。お前がいなかったら、この全ての知識が失われていたかもしれない。なるほどね。ってことで、まあ、セプティマス・シグナスを見つけるということでね。まあ、頑張って見つけましょう。おかしいな。これ、どこを指してるんだ？上か。ああ、こんなところにセプティマス・シグナスがいるのか。ウィンターホールドから近いですね。そのままちょっと行ってみましょうかね。行けるのかな。こっちですね。死ぬような気もします。くわ、ここは死にますね。落ちたら 100% 死ぬ。ちゃんと戸締まりをしておきなさい。ここ落ちれるんですか。なんとか下に落ちていきたいですね。よし、行けそうですね。こんなところにいるのか。寒くて死んじゃうよ。危ない。この氷水に入ったら凍死しちゃう。危ない危ない。あれ、ニルンルートだ。お、変な洞窟を見つけましたね。てか洞窟のマーカーが出てる。お、セイウチだ。
貴重なタンパク源だ。これを食べて生き残ろう。ここは潜るしかないですね。あまり潜っているとね、食らうんですよ。よく投資しないですよね。お、ここですね。なんだこの船は。ここでたどり着いたということか。おお、すごい。さすがなんか隠れ家みたいな。本当に隠れ家ですね。セプティマスシグナスの隠れ家。というかね、これ見てください。これ。顔なし。なんで顔がないかというと、あれなんですよ。その仮面をつけるとね、まあ、こういう顔なしになっちゃうんですね。これアークメイジのローブ、いいでしょ？お、いた。これこんなに早く見つかるもんなんですか？お、デューマーの宝かな？多分。結構、あれですね。早く見つかりましたね。盗む。歩けきかなたを、お前の失われた未知なるものを知り、私はお前の深淵まで登る。行かれてますね。最上階が作られると、その上には何も置けなくなった。それは昔も今も究極の頂点なのだ。なぜこんな離れた場所に？氷は心を埋葬する。隠れなくの遺産とザゴスールの招いた災いだ。抑制することは知ることだ。基本だよ。ルーマーの鍵付きの箱が私から隠すのだ。だが清掃の書は深淵よりもさらに深い明察を与えてくれる。解放をもたらすためだな。うん、ちょっとね、言ってる意味がわかりませんね。清掃の書を持っている？ここに？その構造がわかるぐらいにこの目で見た。縦糸は空気で、横糸は時間だ。だが答えは因果だ。私の手にはない。大丈夫か？とか。で、清掃の書はどこにある？ここだ。この次元だ。ムンだ。カムリエ。相対的に言えば、すぐ近くにある。宇宙論的な尺度で言えば、すべてが近隣なのだ。ということは、あんたも近隣の住民ということだ。いや、よろしく。傷つけたかないね、どこにあるか言えとか言って。清掃の書のニュースを手伝う気はあるのか？積み木はお互いを支え合っている。セプティマスはお前が欲しいものを与える。お前はその代わりにあるものを持ってくるのだ。何をすればいい？このドゥーマーの傑作が見えるか？彼らの偉大なる知識の深淵だよ。セプティマスは人間の中では賢者だ。だがドゥーマーと比べればただの愚かな子供に過ぎない。ルーマーで最も愚かなものと比べてもない。だから彼らが清掃の書の読み方を残してくれたのは幸運なのだ。ブラックリーチの深淵においてな。ブラックリーチについては聞いたことがあるか？ルーマーの町が眠っていた場所の上にある鋳造部。隠された知識が保管された憧れの戦闘。ブラックリーチとはどこだ？深淵だ。暗闇の底、
隠された砦、ブザークの塔、アルフタンの穴の開いたところ、最初に侵入した時に軽くついて開いた穴、その境界まで進め、さすればブラックリーチはその先にある。だが誰もが入れるわけではない。情を緩めて死の岩の下を飛ぶための隠された鍵はそのセプティマスだけが知っている。じゃあどうやって中に入ればいい？二つのものをお前に授けよう。二つの形だ。一つは尖っていて、もう一つは丸い。丸い方は調律のためだ。ルーマーの音楽は柔らかくて繊細だ。彼らの知恵が施された門を開けるために必要となる。尖った時点は刻み込むためのものだ。我々にはただの金属の塊だが、ルーマーにとっては知識の巨大な図書館となる。ただし、空っぽのね。ムザークと空のドームを見つけろ。そこにある仕掛けが書を読み解き、キューブに知識を注ぎ込む。このセプティマスを信じろ。お前なら知ることができるだろう。ちょっとね、わけわかんないっすね、こいつの言ってることは。ちょっとね、理解しがたいですね。清掃の書に何を望む？おお、鋭き者よ。このセプティマスにそれを聞くのは賢明だ。このドゥーマーの鍵付きの箱、これを見て考えるのだ。中には心臓がある。神の心臓だ。お前と私の心臓でもある。だがそれは隠されて久しい。ドワーフによってではない。彼らはすでにいないのだから。誰か別のものだ。見えない未知の誰かが心臓を見つけて閉じ込めるのにドワーフの仕掛けを使ったのだ。皮肉の才能があったのだろう。書は開けるのに必要な深き洞察を与えてくれる。ルーマーの最も緻密な仕掛けでさえ清掃の書がもたらす電池を遠ざけておくことはできないのだ。清掃の書はつまり何だ？左を向くと道が見える。右を向くともう一つの道が見える。どちらの道も厳しさに変わりはない。だが清掃の書は違う。左と右を時間の流れの中に見える。未来と過去が一つになるのだ。時には上を見ることもある。すると見えるものは飛び込むとどうなる？狂乱が始まるのだよ。なるほど。時間を行き来できる、言えばタイムマシンみたいな感じですかね。まあでもちょっと道を外れると、ちょっと狂乱っていうかね、ちょっと頭がおかしくなっちまうっていう感じですかね。ちょっと違うかもしれませんけど、大体合ってると思いますね。どっちか丸いものっていうのはキューブだと思いますね。で、本みたいな尖ったものっていうのがスフィアだと思いますね。もらったもの。はい、このキューブをどうすればいい？清掃の書の中にある世界を垣間見ると目が傷つく。あるいは心が。このセプティマスのようにな。いつも通りの話。ルーマーが抜け道を見つけた。傷つかずに知識を内部に集中させる方法だ。時点を仕掛けの中に入れて知識を注ぎ込め。輝きに満ちたら持ち帰ってくれ。セプティマスは再び読めるようになる。このスフィアをどうすればいい？一番奥にあるルーマーの扉は歌声に耳を澄ませ、それは扉を開けるための正しい音を奏でるのだ。聞こえないのか？小さすぎて聞こえないとでも？はい、こいつは心が傷ついてこんな風になってしまったと言い張っているようですね。はい、それではセプティマス、さよなら。よし、じゃあ行ってくるか。こいつの指示された場所に。これですね。辞典を書き換える。
ということで、東方の表現に住む、まあ、なんて言うんですか、これ。傑出しているが、おかしな科学者、セプティマス・シグナスに会い、聖僧の書があると思われるドワーフの遺跡へ案内された。彼は聖僧の書に興味はないようだが、トーチのようなものを使い、ドワーフの辞典を、聖僧の書の知識とともに書き換えて持ってきてほしいと言われた。ということでね。まあ、願い事を叶えてあげますか。はい、ってことでね、出てきました、外に。まあ、次はこの、アルフタンドというね、まあ、このちょっと遺跡に、まあ、辞典を書き換えに行くんですが、まあ、ここはね、ちょっと遠いんですね、ここから。だから、この、ドルフトシェイドの隠れ家というところから、こう行きたいと思いますね。はい、でもそれは次回となります。はい、見てくれた方、どうもありがとうございました。はい、それでは、さよなら。